ヤーンムハは、スロバキアプレ証券出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。スロバキアの地元クラブである、TJ スロバンベラーなど強法でキャリアを始めた。その後、m ケースに名を経て、FK インテルブラチスラバに移籍した。そこでは2年間トップチームに在籍したが、公式戦での出場はなかった。2002年に MK ジリナに加入すると、 スロバキアリーグ優勝を二度経験した。2005年に 1HFC、フメンネに半年間のレンタル移籍をしている。2005年、ポーランドのレギアワルシャワに加入した。初年度は、アルトゥール・ボルツが移籍したものの彼と、同じポーランド代表の浮かしファビアンスキの控えに、甘んじた。ファビアンスキが2007年に、アーセナルに移籍すると、政治意見に昇格した。 その後、レギア・ワルシャワーで2008年にポーランドカップとポーランドスーパーカップ制覇に貢献した。2010年1月20日、イングランドのエバートン FC と7月1日に入団する前提で仮契約を交わした。8月4日にグリソンパークで行われたチリのエベルトン・デビニャ・デルマールとの親善試合で、 ハーフタイムに、イヤインターナーと交代するまで45分間プレーし、エバートンでのデビューを果たした。8月25日には、フットボールリーグカップのハダースフィールド、タウン FC 戦での公式戦初出場を5対1の勝利で飾った。9月21日の、同大会ブレントフォード FC 戦でも出場したが、後半ペナルティーキックをストップしたものの PK 戦。 3から4でチームは敗退した。なおこのシーズン、プレミアリーグでの出場機会はなかった。それ以降も、ティム・ハワードの控えとして過ごしていたが、2013年2月26日の FA カップ5回戦のオールダム戦でハワードは背骨を骨折。3月2日のレディング FC 戦で、プレミアデビューを飾ると、3月9日のマンチェスターシティ FC 戦では、 前年王者に対して落ち着いた守りで得点を許さず2から0で勝利した。2013年シーズンはロシアプレミアリーグのクリリア・ソベトフ・サマーラに完全移籍スロバキア代表としては2008年2月6日に行われた国際親善試合ハンガリー戦でデビューを果たす。2010年南アフリカで開催された FIFA フフワールドカップでは背番号1を背負い。 スロバキアの守護神として全4試合に出場し、チームは決勝トーナメントに進出した。ありがとうございます。